それでは今日の計算基礎学2の授業を始めたいと思います。で、今回は連立次方程式ということで、教科書ですと143ページから進みたいと思います。で、この147ページからの第7章ですね、教科書の第7章の内容なんですけれども、以上のように分かれております。で、連立一次方程式の数値解法ということで、大きく分けますと直接法と反復法という2つの方法に分かれるんですけれども、結構分量が多いですので、今日の授業はその前半の直接法に絞って紹介していきたいと思います。で、その直接法の中では特にそのガウスの消去法と、それから LU 分解という話について説明します。で、まず連立次次方程式なんですが、一応教科書の冒頭を見ますとですね、鶴亀算と呼ばれる計算から始まって、その連立次方程式を解くという話が出て、まずにそのですね、XY と2変数の連立次方程式が解く話から出ているんですけれども、一応この授業は数学科の1年次の線形代数を学んだということを前提にしておりますので、一応一般の話から始めていきたいと思います。で、一般のですね、 N 変数の連立次次方程式が、こういう形で、教科書で言うと 7.3 式の形で与えられているものとしましょう。で、ここで問題設定を確認しますと、まずラージ M というのをこの未知変数 XI の個数としまして、でそれからラージ M というのを方程式の個数としております。で、この授業ではこの方程式の係数ですね、 AIJ というのを方程式の係数とするんですが、この AIJ、 それから右辺の定数 YI ですね、 YI は全て実数で与えられているものとします。で、その上で、この授業ではその N イコール M、 すなわち未知変数の個数と方程式の個数が等しい場合に絞って問題を考えていきます。で、線形代数でやった内容を復習しますと、先ほどのその 7.3 式の連立一次方程式を行列とベクトルの積で表しますと、こういう形になると。教科書ですと 7.4 式、7.5 式ですね、 7.5 式の形になりまして、で、それからこれをですね、その AX イコール Y という形で式で表しまして、A は行列、これを係数行列と呼んだと。それから X がその、変数ですね、これから解く変数 X1 から XN を並べた列ベクトル、それから右辺の Y というのが方程式の右辺の定数 Y1 から YN を並べた列ベクトルという形でこう表されているということも線形代数で学んだと思います。で、ここに来てですね、線形代数を使って でその連立次方程式を解く基本的な解法というのは、既にその、線形代数の授業の中で一通りやっているわけなんですけれども、その数値計算においてこれを取り上げる必要性というのがいくつかありますので、それを説明しておきます。で、理論的にはその、大学1年の線形代数の内容で原理的にはその連立次方程式が解けるというされているんですが、実際にこの数値計算でその連立次方程式を解こうとするとですね、これ意外と奥が深い研究分野の一つでありまして、で、数値計算の中でも最も重要かつ活発に現在でも研究が進められている分野でも一つでもあります。で、あとその現実にですね、その数値計算で連立次方程式を解こうとしますと計算量の問題というのがしばしば起きてきます。で、これはその実際に解きたい問題がかなり 大規模な問題っていうことなんですね。で、例えば現実の問題ではこの N すなわち行列の次元が10の6乗程度のその問題もざらにあるということで、そういったですね、まず大規模な問題をいかにその効率的に解くか、それから、数値計算の場合ですとその不動小数演算に伴うその精度の低下という問題もありますから、いかに精度よく解くかという、課題もあります。であとはですね、その与えられた問題によってこの係数行列が特殊な形になる場合というのが、よくあります。
で代表的な例としては例えば対称行列であったり、それから、まあ、三重対角行列というのはこれから説明しますけれども、まあ、三重対角行列で表されるような連立一次方程式というのもあります。で実際にそのこの授業でですね、このこれから連立一次方程式の後で学ぶいくつかの計算法の中でもこういった三重対角行列がを最終的に解いて、三重対角行列で係数行列が表される連立一次方程式を解いて答えを求めるという問題にも出くわします。でそういうですね、その行列の特殊な形に応じて解法がいろいろ提案されております。でそういった解法というのは一般の、まあ、密なその行列係数行列に対する解法に比べてその時間計算量とか空間計算量の面で有利な、解法になっている場合がありますので、そうすると、まあ、問題に応じてそれぞれの問題に適した解法を選ぶという戦略も必要になってきます。ということで、まあ、そういう背景でですね、その数値計算の中でのその連立一次方程式の解法を学んでいきたいと思います。であと今回はまあ、一時的に解が存在することを仮定します。で具体的には言い換えれば、まあ、先ほどの係数行列ランクのランクがフルランクであるということを、まあ、仮定して話を進めたいと思います。ここまで何か質問などありますでしょうか。はい、ではセクション7の2のガウスの消去法に進みましょう。教科書です146ページにあります。で、まあ、ガウスの消去法は、まあ、皆さん、まあ、ここの教室にいる皆さんはすでにこう1年生の時に学んだと思いますけれども、その、まあ、与えられた連立一次方程式からその係数行列を作って、でそれの、まあ、簡約階段行列と呼ばれる標準形に変換していくという操作なんですが、このその標準形にしていく階段行列にしていく標準形の操作をですね、前進消去というふうに数値計算で呼びます。でまあ、これはですね、ここからしばらくはその皆さんがすでに習ったことの復習になると思うんですけれども、一応一緒に見ていきましょう。連立一次方程式の拡大係数行列がこのような形で与えられたとしまして、一応そうですね、教科書との対応を一応注意しておきますと、教科書では最初しばらくその 3×3 の3変数の連立一次方程式の解法を説明しておりますけれども、まあ、これもすでに習っておりますので、一応いきなり一般の N 変数の話を始めます。それは教科書ですと147ページのガウスの消去法の一般形というところからですね、話を始めます。そうしますと、この例えば教科書 7.13 式で与えられたその連立一次方程式のを、まあ、拡大係数行列と呼ばれる形に直したのがこちらのスライドの図です。どういうものかというと、これはまあ、少なくともこのビデオでやっているその筑波大の授業ではこの拡大係数行列っていう言葉は授業で出したと思うんですが、一応説明しておきますと、まあ、左側ですね、左側の N 列はその連立一次方程式の係数を並べた係数行列のわけですね。でそれに右辺の Y1 から Yn をこの行列の一番右側の列にくっつけたというのを、まあ、ここでは拡大係数行列というふうに呼んでおります。で、まあ、こういった行列に対してですね、その変形を行うということで、まずその計算をですね、順番を追って見ていきたいと思います。で最初にやることは、まずこの第1列を消去するということですね。第1列、ここのスライドにもありますように、この11成分を残して、第1列の2行目、第2行から第 N 行までを全部消すということで、これは復習しますと具体的にどういった操作だったかっていうと、例えば、第2行からはですね、その第2行、第1行を定数倍して、こう第2行に加えるということをするわけですね。で、何倍するかっていうと、右側に、ここにありますように、A11 分の A21 というのを第1行にかけて、第2行から引くという操作を行います。で、まあ、同様のことを第3行から第 N 行まで同じように行うことによって、まずこう第1行を、第1列を、こう消去した行列を求めます。
で、今度はその第1列を消去したその行列に対して今度はその22成分を使って第2列の第3行から第N行を消去するっていうわけですね。で、理科その同様の消去を繰り返すということで、まあ、最終的にはそのこういった形でですね、その対角成分よりもとその上にですね、その、まあ、非ゼロの成分が並んだような行列を得ることができます。で、まあ、これは線形代数で習ったそのガウスの消去法の形でして、あとまあこの操作を数値計算ではその全身消去というふうに呼んでおります。で、今度はそのここからですね、そのこの一番右の列ですね、この Y1 から YN バーですね、 Y1 はバーから YN バーを使ってその解を求めていくということなんですけれども、これ今度はこの下一番下の行からですね、例えばこの XN に関する解はこの方程式ですね、 A の NN かける XN イコール YN バーを解けばよいということで、あと以下ですね、こう順々に N 第 N 行から第 N-1 行、第 N-2 行というふうにこう遡って、それまで求めた解を代入していきながらその新しい解を求めていくという形になります。で、これがですね、その先ほどはその第1列第2列第3列というふうにこう列の番号を大きくしながら消去していったのに対して、今度はこの逆の手順で、xn から xn を最初に求めて xn-1xn-2 っていうふうにこの x に関するインデックスを遡っていくようにこう解を求めていきますので、この操作を数値計算では交代代入というふうに呼びます。ですので、まあ、このようにしてその、まあ、全身消去とそれから交代代入を組み合わせてこの解を連立式方程式を解くというのが、まあ、ガウスの消去法の最も初歩的な形といえるわけです。で、そこで、まあ、一応その全身消去をですね、アルゴリズム の形に書くと、まあ、こういった形で表すことができます。で、まあ、見ていただいて分かるように、まあ、フォア分 のループがこう何段階かに分かれておりますけれども、まず、一番この外側のですね、このループですね、この K 変数 K に関するループっていうのはその第1列の消去、第2列の消去っていう、まあ、第何列を消去するかっていうのに対応しております。で、次にその一つ内側のループですね、この I に関するループなんですけれども、ここでは何をやっているかっていうと、この実際にですね、この例えばこれ今外側のインデックスが K の時に、K プラス1から N を、まあ、I が動きますから、そうすると先ほど そのこの図に戻ってみると、例えばそうですね、K が2だった時にこの3から N ですね、この、消される列に関する、あ、消される行ですね、消される行に関するこうループが、この2番目 の変数 の I に来ております。で、そこで、まずその α っていう値を定義しているんですが、この α という値は何かというと、この A の IK を A の KK で割るということで、先ほどのスライドに戻ると、ちょうどこの部分ですね、例えばこの第2行で、まあ、第3行以下をその消去しようとしたときに、第2行にその例えばこれ第3行を消去するときにこの第2行にかける定数をここでまず決めるわけですね。で、その例えば第2行だったら第2行にかける係数を決めた後で、一番下のその J に関するループで、これで実際にその、まあ、第3行のですね、成分を、第3行の成分をこう順々に引いていくということを繰り返しております。で、あと、
右辺のですね、この変数 yi についても、まあ、同じようにこの yk をアルファ倍して yi から引くという形で、まあ、消去を繰り返すというのが、まあ、このアルゴリズムの記述内容です。まででしょうか。で、今度は次に交代代入の方ですね。で、まあ、交代代入の方は今度はその逆をたどっていくんですけれども、まずこのステップ1のところではこの一番連立方程式の一番下の第 n 行ですね、第 n 行の解を求めております。で、第 n 行の解は、ここにありますようにこの yn バーをここの a の nn バーで割ればその xn という解が出ますから、このアルゴリズムの中ではすみません、バーをつけてないですけれども、一応適宜こうバーをつけた形で見ていただきたいんですが、まず第一ステップで x の n の解を求めております。で、あと、その第二ステップでは、残りのですね、x の n マイナス1から x の1までをこう順番に求めていくという形になりまして、で、そうしますと、まあ、ちょっとこれ変数の使い方もいくつか特色があるんですけれども、例えばそうですね、xi 変数 xi もこれはそのこれから求めようとしている変数 xi というところなんですが、これにこの第i 行の右辺の定数 yi というのを先に代入しておきまして、そこから順々にここの J に関するループにあるように、その前の段階まで求めた解をどんどん引いていくという形で、最後それを引き終わったところで、その係数行列 A の II 成分でこの XI を割って、まあ、解を求めるという形になっております。で、まあ、一応ですね、ここでまあ、スライドに出して説明はしたんですけれども、実際には多分皆さん各自でですね、まあ、教科書のアルゴリズムもしくはこの資料を見ながら、こう自分でどういう計算が行われるかっていうかってステップを追って確かめていった方が良いと思いますので、まあ、その辺は各自確認しておいてください。ここまで質問ありますでしょうか。はい。で、一応そのアルゴリズムを示しましたら、次はその計算量を評価するわけなんですが、まず全身消去のその計算量ですね。で、これは今後もですけれども、基本的にはその係数間の加減乗除の乗除算の回数をもって計算量を測ります。で、そこで乗除算に関するその計算量を見ていきますと、一応こういう形で、まあ大体3分の n3 乗のオーダーになるということで、あと加減算の方にもついても計算量をまとめますと、まあ、2分の n3 乗のオーダーでということになります。それからあと交代代入ですね、交代代入の計算量についても、そのまあアルゴリズムを見ていきますと、まあ、乗除算加減算それぞれ、まあ、オーダーの2分の n2 乗と。いうことで、まあ、以上をまとめますと、このガウスの消去法による、まあ、一般のですね、その密行列ので表された連立一方程式の解法にかかる計算量というのが、まあ、2分の n3 乗ですね、まあ、もっとより大雑把に言うと、大体行列の変数の個数 n の3乗に比例すると見ることができます。で、それからと、まあ前回の授業でも説明しましたが、数値計算の場合にはしばしば空間計算量も問題になる場合がありますので、空間計算量についても見積もっておきます。で、これは単純にその行列とかベクトルの成分を大体何個保持する必要があるかということで、一応これ入力のこの場合はその入力された方程式の変数の個数 n をまあに、まあ、どのぐらい比例するかということを表しております。で、まずその行列、最初に問題が与えられた際に、まあ、行列 A のすべての成分を保持するとして、まあ、N2 乗個の、まあ、メモリが必要になります。で、それから、
まあ、変数の個数に関してはその xy と yi という変数を使うんですけれども、先ほどアルゴリズムで説明しましたように、一応これ共用することができますので、そうすると、まあ、合計 n 個分の、まあ、メモリが必要になります。ということで、まあ、合計の空間計算量は、まあオーダー n 乗という結果になります。ここまでいいでしょうか。それでは、まあ、ここからがその数値計算に、まあ、というかそのアルゴリズムですとか数値計算特有の話に入ってくるんですが、今述べましたアルゴリズムの問題点をいくつか指摘したいと思います。教科書ですと149ページの一番下の行にアルゴリズムの問題点ということで話が始まっておりまして、実際内容は150ページから始まっております。で、一応ですね、こういう教科書には例題があります。教科書の式 7.18 の連立方程式を挙げますけれども、一応このスライドではその教科書に与えられた連立方程式を拡大係数行列の形で表しましたので、まあ、適宜読み替えてください。一応このスライドの方の式番号はですね、例えば、教科書の連立一次方程式 7.18 式に対応する拡大係数行列ということで 7.18 の後にプライムの記号をつけておりますので、ちょっと見づらいかもしれませんが、一応そういう対応付けをしております。で、まあ、例えば今ですね、そのこのスライドの上のような形で連立一次方程式が与えられましたと。で、先ほど そのガウシの全身消去法に従って、まあ、全身消去をしておきま していきましょうということで、まず第1列を消去した結果というのがこのスライドの下の方の行列の形になります。で、ここで、見て気づくのは、この段階でこの22成分が0になってしまいますので、このままではその第2行を用いて第2列を消去するっていうことが不可能なわけですね。まあ人間であればすぐに気づいてこの第2行と第3行をひっくり返すとかってことをするわけですけれども、先ほどのアルゴリズムまでは計算機にはそれはできません。というのが1つ目の問題ですね。で、それから、2つ目の問題はその、まあ、消去を行う際にですね、その非常に小さな数による割り算によって解の精度が落ちるという現象です。で、今度はその教科書ですと150ページの下の方の 7.20 式という連立次方程式が与えられたとします。と、一応それを拡大係数行列の形で表したのがこちらのスライドの上の行列です。で、見ていただきたいんですが、これこの行列ちょっと特徴がありまして、この11成分がその他の成分に比べて、まあ、非常に小さい、絶対値が小さいわけですね。10のマイナス4乗のオーダーになっているというところに注意してください。で、ちなみにこの連立方程式の正解を先に出しておきますと、一応こういう教科書にもありますけれども、このスライドの下のような式になっておりまして、まあ、だいたい x1 が 1.0021 何がしと、それから x2 が 2.002 に近い値ですね。それから x3 がまあ3に近い値というふうに解けるはずだというわけです。で、じゃあそれがですね、実際にこの先に与えたガウスの消去法のアルゴリズムで、あと有効数字5桁で解くとどうなるでしょうかってことを見ていきます。で、まず、第1列を消去しますと、まあ、こういう形の拡大係数行列になるんですけれども、ここで注意していただきたいのは、その第2行第3行を引いたときに第1行にかけた数の大きさですね。で、第1行がまあ、大体こういう値と、それから第2行は大体こういう値ということ で、どちらもその大きさとしては大体10の3乗ぐらいのオーダーになっていて、そのこの行列の成分の絶対値に比べるとだいぶ大きいということに気づくと思います。で、さらに今度はその第22成分を使ってですね、この第2列を消去しましたとなりますと、今度はこの、まあ、この22成分を使って、まあ、第2行
で第三業の消去を行ったんですけれども、この22成分を使って32成分に加えてゼロにするために何倍したかっていうと、これがまあちょっと小さい値なんですね、まあ、0.5 ぐらいの値をかけて消去したんですが、それでこれで全身消去が終わって抗体代入を起こした結果がどうなるかというと、こういう結果になるというわけなんですね。で、まあ、X1 がほぼ2に等しく、で X2 が3に近い値で、で X3 がほぼ2に等しいということで、まあ、本来の解からはだいぶ精度が悪くなっているということが分かると思います。こういう問題点がありまして、その原因としては、その、まあ、先ほどですね指摘しましたが、その与えられた行列の11成分が1よりもずっと絶対値が小さい値だったということで、それでその第1行を使って第2行第3行を計算したときに、この第1行をかなり大きくして第2行に加えたりしたわけですね。第1行もかなり大きくして第3行に加えたということで、そのもともとの第2行や第3行の各成分の値がその有効数字の解桁に押し込められてしまうことで、まあ誤差の原因になったというふうに言えるわけです。でそこで、まあ、数値計算でよくその行われる手法として、こういうことを防ぐための手法として、ピボッティングという手法があります。これピボットというのは、まあ、日本語では数軸とも言いますので、まあ、数軸選択もしくはピボット選択という言い方もされますし、あるいはもう英語でそのままピボッティングと呼ばれる場合もあります。でこれはどういう方法かというと、まあ、第系列の消去の前にですね、この第系列の成分、第系行より下の第系列の成分の中で絶対値が最も大きな成分を選んで、で交換してしまうんですね。もともとの大系業と。でそれで、最も大きな成分で、まあ、大系列の消去を行うと。でこれによって誤差を少しでも減らそうという工夫がなされております。これがピボッティングです。で、じゃあそのピボッティングによって、そうか、まずそういうピボッティングの話がありますので、じゃあそのピボッティングによってその今先ほど述べましたその2つの問題点が、まあ、どのように改良されるかというのを見ていきましょう。とまず最初の問題ではですね、最初の問題ではその与えられた連立次方程式の第一列を消去すると22成分が0になって、そこから先の消去ができないよっていう話でした。それに対してこのピボッティングを使います とこの第2列を消去した前ですね、まあ、この段階ですね、この段階で、この第2列の、この場合ですと22成分とこの23成分を見ていって、その絶対値の大きな成分があれば、それを第2行に持ってくるということをします。で、そうしますとこの場合はここの第3行がですね、第3行、32成分が非ゼロの要素ですから、そうすればとなりますとこの第3行と第2行を交換して全身消去を続ければよいということになりますので、まあ、このスライドのように、第2行と第3行を交換した上で、まあ、全身消去を続けるということになります。まあ、もちろんこの例の場合ですとこの第2行と第3行を交換した段階でこの、まあ、32成分はもうゼロですから、そうすると第2列に関する消去はもう必要なくって、一応、まあ、次の列に進むという形になります。まあ、これによってまず先ほどのその、まあ、消去に使おうとしていた成分がゼロの場合でも、まあ、消去が続行が可能になるという、まあ、改善点があります。でじゃあ今のですねピボッティングでその第二の問題ですね、その誤差が解の誤差がこう大きくなる問題をどう回避できるかというのを見ていきましょう。先ほどの問題はその11成分の絶対値がですね
第1列の他の行の成分に比べてずっと小さいということが問題でした。でそこで、まずどうするかというと、この第1列の各成分を見てですね、絶対値が一番大きな成分がどこにあるかというのを探します。そうしますと、この場合は、21成分の2が絶対値が一番大きいですから、じゃあ、第1行と第2行を交換しましょうというわけで、このスライドの下の行列にあるようにします。で、この設定で、まあ、第1列を消去しますと、このスライドの上の方の行列の形になりまして、で、今度はその第2列の消去をするわけなんですけれども、やはり今度もそのピボッティングを使うのやり方に従って、その第2列ですから、22成分と32成分の、まあ、どちらの成分の絶対値が大きいですかってことを見るわけですね。そうすると、この場合は、第3行の方の成分が 2.5 ということで、まあ、絶対値が若干大きいですから、この段階で第2行と第3行を交換します。そうすると、このスライドの下にあるような行列になるわけですね。で、今度はこれを使ってガウス の前進消去を続けます。で、最終的に、こう第2列を消去して、こういう形 の階段行列ができまして、で今度は階段行列から交代代入で解を求めると、一応有効数字3桁まで一致する結果が出ます。まあ、一応教科書の結果も載ってますけれども、一応今回自分でも手元の計算を確かめまして、一応これに計算には数式処理システムリサージールというのを使っております。まあ、別に数式処理システムでなくても解けるんですけれども、一応数式処理システムでもこういう数値計算もできますというような一つの例です。大体こういった形でそのピボッティングによってアルゴリズムを正しく進めることができたり、あるいはその解の精度を改善できたりということができることをちょっと例で示しました。これは何か質問ありますでしょうか。はい。で、実はですね、今紹介しましたピボッティングは、部分ピボット選択、パーシャルピボッティングと呼ばれる手法です。で、これは、特にですね、今申し上げたように、ある特定の列を消去する際に、その列の各成分の絶対値を比べて行の入れ替えを行うということで、これがガウスの消去では広く使われております。で、部分っていうことは、他にも何かあるのかっていうふうに類推した人もいるかもしれませんが、その通りで、実は完全ピボット選択、コンプリートピボッティングっていう手法もあります。で、この教科書及び授業では深く立ち入りませんけれども、実はこのピボット選択は、今はその列の中の成分に着目して、その行の交換を行いましたけれども、実はその行の成分にも着目して、列も交換してしまうという手もあります。で、実は完全ピボット選択というのは、その列の交換のほかに、行の交換のほかに列の交換も同時にやってしまうという手なんですが、とりあえず、そういう手法も知られてはいますし、使われてもいるんですけれども、多少その計算手順が煩雑になりますのなることもありますので、今回は省略いたします。もう少し詳しい数値計算の教科書や参考書ですと、載っているものもあると思いますので、興味のある人は参考にしてみてください。で、そこでですね、先ほどのその前進消去のアルゴリズムに、パーシャルピボーティングを加えた、アルゴリズムをですね、出したのがこちらからの始まるスライドです。教科書ですと、そうですね、一応一般的な、連立方程式に対する説明が教科書の152ページにありまして、それからパーシャルピボッティング付き その前進消去交代代入のアルゴリズムが教科書です153ページの方に載っております。で、以上このスライドはその教科書の153ページの記述に対応する
ものです。で、詳しくはそのですね、各自で復習してもらうのが良いかと思うんですが、とりあえずこの第1、そうですね、この1、第1のステップはこの1対1列から第 n 列までその全四周期を繰り返すということなんですけれども、その中で最初の方のステップでピボッティングを行っております。まず最初にちょっと紹介しますと、まずこの A と B のステップですね。 A と B のステップでは例えばそうですね、これ K をインデックスに代入してますけど、例えば第1列の処理を行うと思って、まあ、K に1を代入したものとして考えてみましょう。そして最初はこのこの MAX という変数なんですが、ここにその A の11成分を代入しておきます。で、次にこのステップ B のこのフォア文でこの A 第1列の成分をですね、上から順番に見ていくわけですね。で、もしそれまでの成分の最大値より、例えば A の IK ですから、第 I 行の成分が、の絶対値が大きいということが分かったら、その新たに見つかった、最大の成分を新たにこの MAX っていう変数に代入して、最大値を置き換えていきます。で、それを、K プラス1が、今はその、例えば第、21成分から N1 成分までずっとその成分の絶対値を見ていって、例えば第1列だったら第1列 の絶対値最大の成分がどこにあるか、それが何行目、第何行かというのを調べていきます。ちなみに第何行にその最大の成分があるかっていうのはこのラージ L という変数に代入しておきます。で、そこで、次のスライドのこの C のステップでは、もし L と K が異なる場合ですね。ですから、今の話ですと第1行以外に第1列の絶対値最大の成分が存在した場合、第 L 行だった場合にその第1行と第 L 行を交換するという操作を、このフォア文で書いております。で、この C の1が係数行列 A の IJ ですね、 A の IJ に関して第1列と第 L、第1行と第 K2 を交換するもの。それから、その C の2っていうのが、その右辺の定数ですね。右辺の定数 Y の方の定数に関して、Y1 と YL を交換するということを行っております。というか、あとは、その、第1行を使って、第2行から第 N 行までの通常の行消去、列消去を行うですね。ここは、先ほどの、最初の全四周期にあった分と同じです。という形で、その、パーシャルピボッティングを用いた、ガウスの消去法で、連地方程式を解くという解法について説明を行いました。ここまで何か質問がありますでしょうか。でしょうか。はい。それでは、次にですね、セクション 7.3 の LU 分解という話に進みたいと思います。教科書ですと、153ページの一番下の方ですね、末尾から始まっております。で、ここでは、今までとちょっと変わっていて、こういう形のその係数行列を持つ、連立方程式を扱います。どういうものかというと、三重対角行列と呼ばれる形で、三重というのは、まず対角成分がありまして、それから対角成分の1行上ですね、1行上と1行下に日照りの成分があると。で、それ以外の、その、斜めの3行の成分以外は全て0という形の行列を、三重対角行列と呼びます。で、今、教科書ですと、7.26 式ですね、このスライドにもありますけれども、このような形で、その、連立方程式が与えられているものとします。で、まずですね、ここで説明することは、これから説明するこの LU 分解と呼ばれる、その行列の分解を用いることで、この与えられた三重対角
行列という、まあ特殊な形を用いて、まあ、連立一次方程式を効率よく解くことができるという話です。でただしこの LU 分解の方法自体はその一般の連立一次方程式ですね、先ほどこれまで説明しましたこの三つ行列の連立一次方程式も適用可能で、また実際に用いられている場合も多いということを指摘しておきます。でそこでですね、まずその LU 分解 の、まあ、その計算法の導出の仕方もいろいろあるかと思いますが、とりあえずこういう形で結果から結果を先に作って導出することを考えます。で、与えられた行列 A というのがこのスライドです と左上の方にあった三重体各行列だったんですけれども、まあ、これを下の行にあるような L と U という2つの行列の式積で表すことを考えます。でここで L というのはまあ、ローワートライアンギュラーマトリックスの L なんですけれども、と L は下三角行列で対角成分が1で、それから、対角成分のその1行下にですね非ゼロの成分があると、まあ、そういう形の行列を作り考えます。であともう一つは U ですね。 U はアッパートライアングラーマトリックスなんですけども、この上三角行列 で対角成分とその1行上の成分からなる行列を考えます。で、まあ、このですねこの与えられた三重対角行列をこの L と U の積でこう表すそうということで、まあ、その下の方にある L と U の積を取ると、まあ、こういう形になるわけですね。教科書ですと 7.28 式のような形になります。でそれで次にこの両辺のですね行列の各成分を比較するわけです。でそうしますと次のようなことが分かるんですけれども、まず0の成分、それから C1 から CN-1 の成分は等しいと、両辺で等しいということが分かります。 C1 から CN-1 っていうのは対角成分より1行上の成分ですね。これは両辺とも等しいと。でそれからあと、その他の成分は以下の関係式を満たしています。まあ、D1 が A1 に等しい、 D1 が A1 に等しいっていうのは、左辺の11成分ですね、 A1 っていうのは、それから右辺の11成分が D1 ですね、まあ、これは等しいと。でそれからあとLI っていうのが BI÷DI-1 に等しいっていうんですけれども、これはどこを言ってるかっていう と、この場合です と21成分ですね、例えば21成分なんか21成分からあと32成分っていうふうに、対角成分よりも1行下の成分に関して、まあ、今の等式が成り立っているということが分かると思います。で最後にこの DI が AI から LI と CI-1 の積を引いたものに等しいと。でこれらはそのどこに入れているかっていうと、対角成分の各要素について入れていくというわけですね。でそこで、実はその、まあ、最初に与えられた三重対角行列っていうのがこの 7.28 式の左辺にある、まあ、AI とか BI とか CI とかをっていうので表された行列なんですけれども、この AI、BI、CI を使って、順番にこの右辺のですね、成分を計算できるっていうんですね。具体的にはその D1、L1、D2、L2 というふうにこう順番立てて、その右辺の LU 分解の各成分を決定できるということがわかります。ということで、一応こういったフォーミュレーションによって、その与えられた行列 A からその上三角下三角行列 L とですね、それから上三角行列 U の各成分を1に定めることができるということが分かります。ということで、今ちょうどのようにしてその、まあ、与えられた三重対角行列 A をこの 7.27 式の右辺にある、L と U の形で積で表す分解をですね、LU 分解というふうに呼びます。ここまでいいでしょうか。まず、こういう LU 分解が、まあ、存在して、しかも一定の手順で計算できるということに注意してください。
で、次にですね、この LU 分解を使った連立方程式の解法ということで、全身代入と交代代入というステップについて説明したいと思います。まず今回与えられた連立方程式は、AX イコール Y という形でした。今このスライドにある箇条書きの第 1行目ですね、 AX イコール Y という形の連立方程式だったんですけれども、ひとたび行列 A をですね、 LU というふうに分解、 L×U というふうに分解しまして、 A イコール LU を代入しますと、教科書ですと155ページの 7.30 式にありますけれども、AX イコール Y がここにありますように LUX イコール Y という形になります。で、そこで、ここでですね、Z というベクトルを導入するんですが、Z は Z1 から Zn という弦を持つ、N 次元の列ベクトルで、でこの Z をですね、UX というふうに置きます。で、この LUX イコール Y という連立方程式にこう代入、逆にこう置き換えるんですね。そうすると、L×UX イコール Y と書かれていたものを、LZ イコール Y というふうにこう直してしまうんですね。でそこで、X イコール Y を次の順で解くというのが、全身代入と交代代入の組み合わせによる解法です。まず、先ほどのスライドの一番下にあったで導入したこの LZ イコール Y という連立方程式を解いて Z を先に求めてしまいます。で実はこれは Z1 から順番に解くことができるので全身代入というふうに呼ばれます。英語ですとフォワードサブスティテューションですね。で、ここでその Z という途中の解が求まったところで、次に Z イコール UX っていうふうに定義しましたから、で UX イコール Z を解くわけですね。でこれは先ほどのガウスの初期法と同様に交代代入によって、X の N から逆順にこう解が定まっていきます。いいでしょうか。で、一応その計算過程をこの、一応共通の行列とベクトルの形でこう表したものはこちらなんですけれども、まず、これは、LZ ですね。ベクトル Z、変数を Z にしますから、LZ イコール Y という、連立方程式を表したものなんですが、で、LZ、というのを、この LZ ですね、この LZ、この L×Z を実際に展開しますと、こういう形になります。ですので、ここから、Z を求めるこう計算手順が定まることが分かるんですけれども、どうやって求めるかというと、まず第一行に着目しますと、もう Z1 イコール Y1 ですから、まずそれを求めてしまうと。で次に第二行に着目すると、Z2 イコール L2Z1 イコール Y2 ですから、そうすると、その前のステップで Z1 が求まっていますので、この Z1 をこれに代入すれば、Z2 が求まるでしょうということで、第2行目以降は、ここにありますように、ZI を YI-LI×Z の I-1 という計算の繰り返しによって、Z1 からですね、Zn の順番に、こう、Z に関する解を求めることができます。で、これが最初のステップの、全身代入と呼ばれるステップです。まず、ここの辺いいでしょうかね。はい。で、それでこう Z1 から Zn が求まったところで、今度はもう一つの方程式ですね、UX イコール Z を解いて、最終的にこの X に関する解を求めるというのが交代代入です。で、UX 一応こういう形でした。U は上三角行列で、X はベクトルですね。でこれを実際に展開しますと、こういう形、UX というのはこういう形で展開できます。で、Z はこういう形でしたので、これの両辺比べてみますと、まず、第 N 行ですね。第 N 行を見れば、この、XN は、Zn を DN で割れば出る、求まると
ということが分かります。でそうするとまず最初に、xn をまず求めるということ で次に、じゃあその1行上を見ていきますと、じゃあこの n-1 行ですね、 n-1 行の方程式を見れば、その前のステップで求めた xn を代入すれば、あと解けるわけですね。で同じようにして、x の n-2、x の n-3 を順番に、こちらの 7.33 式にある公式に従って求めていくことができます。まあ、これがその交代代入といわれるゆえんですけれども、x の n の方からですね、順番に逆順で x に関する解を求めるというふうになっております。でそこで一応その LU 分解のアルゴリズムというのを書いたのが、こちらのスライドで、まあ教科書ですと、157ページですかね、157ページのから記述があります。で、一応この手順は先ほどその説明の説明に従って、まあ与えられた行列の対角成分が AI、BI、CI であったのに対して、まあ、その LU 分解の各成分ですね、LI と DI を求めていくという手順を表しております。でそれからこの LU 分解を使ってその前進代入、後退代入を行って連立方程式を解くアルゴリズムというのが、まあ、こちらのスライドにありまして、まあ、テキストですとその157ページの括弧3と括弧4に対応しますけれども、まず前進代入の部分は、最初のステップで Z1 に Y1 を代入すると、それから Z2 以降は先ほど説明したような形でこう順番に解いていくというふうになります。であと、まあ、このスライドの3番目4番目のステップが後退代入に相当しますけれども、その Z1 から Zn を求めた後で、まず xn ですね。xn は Zn を dn で割れば割って求めますと。あと、xn-1 から xn1 までは、この下のにありました、先ほども説明しました公式に従って、まあ、順番に解いていくということで、その LU 分解を使った、連立方程式の解法ができます。ここまでいいでしょうか。で、そこでですね、まあ、アルゴリズムをこう見たら次に計算量を確認するということなんですけれども、特にそうですね、今回はその先ほどこの授業の前半で説明しました一般のガウスの消去法の計算量と比較したいんですが、まずこの三重対角共列の LU 分解で、方程式を解く方向の時間計算量に関して見ていきますと、まず乗算回数は、LU 分解にかかるの回数が、2×n-1 回と、から前進代入に n-1 回、後退代入に 2n-1 回ということで、まあ、合計オーダーの 5n 回程度かかっております。それから、加算の回数なんですけれども、これは LU 分解に n-1 回、前進代入に n-1 回、後退代入に n-1 回で合計 3n 回ということで、まあ、加算と乗算を合わせた合計の時間計算量が、まあ、オーダーの 8n ということなんですけども、まあ、より大雑把にとるとオーダーの n ということで、もともとの一般的なガウスの消去法に比べれば、だいぶその計算のコスト、計算量のコストは下がっているということが分かると思います。でそれからあと、まあ、空間計算量についても見積もりをしますと、まあ、今回その三重対角行列ですから、そのだいぶその必要なメモリの容量は小さくて済むだろうというふうに察しがつくわけですが、具体的にはどのぐらいになるかっていうと、まあ、AI と DI ですね。AI と DI が各 N 個で計 2N 個。それから BI、CI、LI が各 N-1 個で合計 3×N-1 個。で、あと、計算途中に使う XI、YI、ZI は、それぞれ
i に関して共用すれば全部で n 個で済みますので、そうすると合計の空間計算量はオーダーの n ということになります。で、次にその、LU 分解とですね、そのガウスの消去法との対応についてちょっと見ておきたいと思いますが、例えばこのラージ N、 つまりこういう変数の個数が4個の場合ですねの、LU 分解、三重対角行列によって与えられたレンチ方程式を、こういう形で出してみました。教科書ですと158ページの 7.34 式として出しております。で、これに対してその、普通のですね、ガウスの消去法の全身消去を行うと、これ実は UX イコール Z の形になります。U というのは先ほどやった上三角行列でした。ですので、実はこれガウスの消去法をやっても LU 分解後の全身代入の後の形に対応します。ですので、この LU 分解で先ほどはエクスプリシットにその L と U の形から計算手順を導出しましたけれども、実は一般のガウスの消去法をやっていたとも言えるわけです。で、一応そのこういう三重対角行列に関しては普通のガウスの消去法で全身消去を行った後で全身代入と、それからこれを交代代入で解けば、一応先ほど LU 分解全身代入交代代入の形で解いた三重対角行列によるレミチ方程式の解法に対応するということが分かります。で、実際にはですね、その先ほどのその LU 分解っていうのをその三重対角行列に対して行ったんですけれども、実は LU 分解というのはここにありますように、教科書ですと 7.36 式ですが、一般の密な行列に対しても行うことができまして、で、こういう形でですね、その与えられた行列 A を L と U の積で分解した後で、先ほどの解法出てきましたように、LZ イコール Y っていう連立方程式を全身代入で解いて、それから UX イコール Z っていう連立方程式をその交代代入で解くという手順で分けることで、によっても実はガウスの消去法と同じ操作で解を求めているということが分かります。で、そこで、一応ですね、その教科書の方には一般の係数行列に対する LU 分解のアルゴリズムというのも出ているんですけれども、多分ここでごちゃごちゃ説明してもなかなか伝わりにくいところがあるかと思いますので、一応これはちょっと各自でその先ほどの三重対角行列に対する LU 分解と対応させて、で実際にどういうふうに対応してその分解ができて出来上がっていくかということを確認してもらえればというふうに思います。一応これが一般の係数行列に対する LU 分解で、あとそれが終わると先ほどの三重対角行列と同じように全身代入と交代代入を行うことでそのレンチ方程式を解くことができます。で、先ほどとですね、三重対角行列とちょっと異なる点は、大体の計算手順は同じなんですけれども、先ほどの三重対角行列はこのシグマの部分が確か1個 の、 引き算だけで済んでたんですね。しかしこの場合ですと、その一般に密に成分が詰まってますので、よりたくさんの、 その L の IK かける ZK の和をどんどん引いていくという形になります。それから交代代入についても、先ほどの三重対角行列の時にはこのシグマの部分が1個 の、
その UI なんとかと X なんとかの積を引くというので終わってたんですけれども、まあ、ここもやっぱり一般にたくさんの成分が詰まってますから、こういったいくつかの積の和を引くという形になっていきます。そういう違いがありますので確認してほしいと思います。で、じゃあ一般の行列に対してこの L 分解を行って連立一次方程式を解いた場合計算量がどう変わるのかっていうことなんですけれども、基本的にはですね、最終的にはそんなに大きくは変わりません。なぜかというと L 分解に N3 乗のオーダーの計算量がかかっておりますので、まあ、全体ではトータルではそれほど差はないと言えると思います。ただし、全身代入と交代代入についてはオーダーの N2 乗で計算が済んでおりまして、まあ、その利点を次のスライドで説明します。で、今のですね LU 分解の方法の長所といいますのは今指摘したように全身代入と交代代入の計算量がオーダーの N2 乗になっていて N に関する指数が一般のガウスの消去よりも1落ちてるんですね。ということで例えば連立一次方程式 AXY イコール Y が与えられましたと。で係数行列 A は変わらないんだけども Y がいろいろ何回も変えて与えられましたっていう時にそれを与える Y を変えるたびに全体のガウスの消去法をやり直すんではなくてその LU 分解をあらかじめ行っておいておけばあとその最初の LU 分解の時にはオーダー N3 乗の計算量がかかるんですけれどもその Y を取り替えた2回目以降は全身代入と交代代入だけでその連立方程式が解けますからそうすると2回目以降はオーダー N2 乗の計算量で解を求められると。ということで、時間計算量の節約になるという利点があるということを指摘しておきます。ここまでいいでしょうか。はい。ということで、一応今日はですね、まあ、直接法と呼ばれる、連立方程式の、まあ、解法として、まあ、ガウスの消去法との前進、消去とそれから交代代入それからとまあ主にその三重対角行列で表された連立一次方程式に対して、まあ、LU 分解とそのあと全身代入と交代代入による、連立一次方程式の解き方を説明しましてでその上でその一般 の, 行列で与えられた一般の連立一次方程式に対しても、まあ、実は LU 分解と同じことをやってるんだということを、まあ、説明いたしました。ここまで何か質問ありますでしょうか。それではあと次回はですねその今日冒頭でお話した後半 の, その反復法ですね、まあ、具体的には、ヤコビ法ですとかガウス・ザイゼル法ですとかあと SOR 法っていう法が出てきますけれども、まあ、その辺について紹介して行きたいと思いますので、まあ、必要な人は教科書の該当部分を見ておいてください。それでは今日の授業はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。